こんにちは、カンパパです。秘境ウラナスの旅前編のご視聴ありがとうございました。そしてね、いよいよ後編です。はい、後編はですね、秘湯三度小屋温泉を出発して360度大展望の隠居蔵を目指します。次に熊見曽根の東端まで行って、分岐を朝日の方の方に降ります。峰の茶屋跡をね通って出発地の峠の茶屋駐車場へ戻ります。それではいよいよ後編、ウラナスの稜線歩きに出発です。富士山でお願いします。はい、おお、はい、富士山です。はい、富士山です。朝日見ながら振ろうと思ったんだけど、もう全然ダメじゃん。結構、皆さん入れてましたね。あ、もうすか、ガサガサ。あ、こういう人も、朝。はい、これね、お湯抜いてありますけど、手前がね、こっちがちょっと熱いお湯で、向こうから広いのがね、まあそんなに熱くないお湯ですね。はい、ここからね、三倉山とか大倉山の方がよく見えます。でね、ここ着替えるのは、まあ、ここに非常にオープンな感じのオープンっていうか、脱衣所があります。あの、非常に清潔です。で、水着での入浴はご遠慮くださいということで、まあね、なんていうかな、まあ、男だったらもうフルチンで入ってくださいというようなことですね。一言感想を言うと、ここ最高ですよ。正直言って最高、本当にね、おすすめです。はい、じゃあ行きます。いやー、いい宿だった、最高だった。どうもお世話になりました。はい、まあいきなりこんな感じですけど、もうずっとキュートです。あの、稜線上がるまで、開けた。はい、奥那須三山ですね。
三倉、大倉、あと何だっけ、あそこ、あの雪降ると綺麗なんですね、こう白く、あの飯豊山みたいな島があって、はいはい、これが源泉です。うわー、なんかね、すっごい匂い。陰極田までの急登上がってます。今ね笑ってるけど、そのうち笑顔が消えるでしょう。おお、剣ヶ峰、チャウス、あれが南合山。やったよー。おい、9時16分。おお、来たー。ああ、どうもお疲れ様です。はい、陰極田です。ああ、1819万だ。ご苦労さんです。はい、チャウス、あそこにね、峰の茶屋との避難小屋が見えます。恵比寿大黒岩、朝日はね、あそこぐーって行って、最後ガレを登って、あそこが朝日の肩ですね。陰極田でね、すごいいい休憩をしました。みんなね楽しかった。で、今から、久間三曽根方面、朝日の方に向かいます。道はね、非常に、陰極田への地獄の上りとは裏腹にいい感じで下ってます。何気にすごいとこ歩いてる。あ、カズさんかもしれない。久間三曽根の東端です。イエーイ。いやー、最高、超最高。あれが三本槍ですね。アルペンチックなね、山登りが楽しめるんで、本当に隠れたね、ベースポットです。はい、じゃあね、久間三曽根東端を今から降りて、朝日の肩の方にね、向かっていきたいと思います。この辺もね、気緩めるとずるっていくんで、最後の最後、怪我したくないからね、そっちに行きましょう。慎重に降りてます。
まあ、どうぞ。避難小屋がね見えてきました。こんにちは。今日もいっぱい来てますね。こんにちは。峰の茶屋避難小屋戻ってきました。あ、ちょうど24時間。はい、それではね、避難小屋を出て、はい、こっちですね、おなじみのコース峠の茶屋駐車場に向かいます。昨日のねスタートがここだったんで、まあ、ちょうど24時間で、裏那須、奥那須か、一周してきた感じになります。非常にねいや楽しい参考でした。こんな楽しい参考もね久しぶりです。さあ、じゃあ無事ね、全てケツ打たないように、登山道を下っていきたいと思います。はい、山の神です。ああ、おりちゃ、今日もありがとうございました。おう、お疲れです。お疲れです。到着、はい、ということでございましてね、秋のね那須の旅、山仲間のね、カズさん、散歩日和のあやさんとカブママと僕、合計4人でね、今回裏那須を旅してきました。一泊二日でもう最高の旅となりました。というわけでございましてね、今回もご視聴ありがとうございました。カッパパでした。